はい、おはようございます。浦和インター、東北道浦和インターです。ただいまね。で、今日はですね、気温が今プラスの1度、晴れてんだけど結構寒いんですよ。やっぱりこのシールドのおかげかね、腹は全然寒くないんですね。で、腕もね、ベストなんで、電熱ベストなんで、腕ってあったかくないんですけども、この辺、この袖の部分っていうのかな、袖の部分は風は多少当たってますけど、この巻き込んできたやつが。それでもね、今、結構快適、この温度でね。で、問題はですね、ちょっと今日しくったなと思ったのは、これ、この手袋。これほら、ここ肌が出てるじゃん。これがね、超寒い、ここだけが。いつものね、コンビニのやつにしようと思ったんだけど、あれほら、一応これはさ、多少なりともプロテクター的なものがちょっとついてんじゃないですか。あっちはついてないんで、まあこれにしたんですけども、ちょっと厳しいかな。で、手のこの出てるとこだけね、この本当に出てるとこだけ。あとはまあグリップリーダーとこのジータのカバーで、ジータのカバーもですね、これ見てください、ベロベロでしょ。でもね、こうやってね、しとかないとやっぱりね、スイッチ類がいじれないんですよ。お、これは何ですか？私は全くわからないんですけど、これは何ですか？何ですか？今の何あれ？詳しい人を教えてください。でね、だからね、これやっぱりね、快適ではないですね、やっぱりね。だから、どっちを取るかだよね。高速乗る手前でこれをちゃんと閉めちゃって、中こたつ状態にするのか、まあ一応ちょっと安全性を考えるとこのぐらいのベロベロにしとかないと怖いかなっていうので、まあちょっと微妙な。まあないよりは全然いいんですけどね。で、今、グリップヒーターも一番弱くなってるんで、これをまあ一番強くすればだいぶ違うっていう感じですかね。まあまあ、インプレッション的にはそんな感じ。はい、今ね、ここ120キロ区間なんで、120キロを巡航で走ってるんですけど、まあ全然風違いますね、やっぱり。改めて。胸にね、全然風が来ない。だからやっぱりこのシールドのこの効果はすごいわ。あとは音声だよね。ヘルメットには風が当たってるんで、音声がね、例えばこれ今ちょっと頭下げると、このぐらい下げると全然違うと思うんですよ。ただこれだと運転しづらいんで、どうしてもこう、起きた姿勢になっちゃうんでね。これで音声がどのぐらい取れてるかっていうね。風はね、もう、何これ。あと全然楽ですね。120だとさ、シールドがないとちょっとね、こうなんていうんだろう、お腹に力入れないとさ、持ってかれるんじゃないですか、後ろに。多少ね、全然ないっすよ、それが。いやー、びっくりだな、すごいな、シールド。いやー、これね、つけてよかったですよ、本当に。はい、そんな感じです。